健康的で魅力的な美脚を持つ女性に贈られる美脚大賞の授賞式が行われ、美脚自慢が大集結。20代部門に選ばれたのは、映画やドラマ、CM などで活躍し、先日ベストジーニスト賞も受賞した今最も輝く女優の一人、山本美月さんです。すごく嬉しいです。今年はこの賞を受賞する前にジーンズの賞も受賞させていただいたので、なんだか令和は足の年になったなと現在一児のママでもある榮倉奈々さんは30代部門での選出。美脚が映える真っ黒なドレスで登場しました。このような華やかな場に、来られて、そしてドレスを着るのがとても久しぶりだったので、本当に朝から嬉しかったです。ありがとうございます。そして榮倉さんとは対照的な真っ白のワンピース姿で登場した木村多江さん。美脚維持の裏にはたゆまぬ努力が。お家でも移動の車でも、はい、現場でも、常にマッサージ機、これくらいのマッサージ機があるんですけど、はい、それを持ち歩いて、メイク中も足にこうコロコロ回る足の裏をマッサージするのを置いて、あらゆる時に足をマッサージしています。